なく向かったということが日本書紀に書かれているところです。そのように1364年ほど前、当地は白鳥村、白鳥三郎に大和武尊の東北平成の国を通り、武尊を御祭神としての白鳥神社が祀られてあります。それから400年余り後、池原時代以降、名称年間で、富士の国の乱を鎮めるため、源頼義により、家の親子の率いる軍勢が当地に至り、白い鳥に川の浅瀬を安置され、効果を渡ることができた。その後、武士の神に泊まった八幡太郎義家公が再びこの地に立ち、効果を渡ることができたのは、白鳥大名人の他の当主を兼ねて、鳥取大名人の社門を建てましたと言われております。現在鳥取の照明は当社に由来するものであります。次に本題について申し上げます。受け付けてこのちょっと良い長久を祝った翌8日に年末に取り替えた住み飾りを境内に積み上げ、正月を本当に意味で見先上げを行います。当神社では本土役と称しておりますが、尊いものを得た本土役に、あるいは各地の燃やす言葉の本土屋から本土役に、また燃え盛る様から本土役とも言われているようです。子供たちが竹座で叩くのはモグラを追い出すものと思われます。夏言葉にこう言われております。書き留めの聖書をこの日で燃やし、高く舞い上がれば字が上手になる。この日で焼いたお餅を食べれば年中無病息災で過ごせる等と、この日によって一年の保健所とご多幸をお祈りいただければ幸いと存じます。以上でございます。